ソニーソニーグループソニーミュージックエンタテインメントソニーミュージックレーベルズエピックレコードジャパン級会社情報エピックレコードジャパンはソニーミュージックレーベルズの社内レコードレーベル通称はエピック旧名のエピックソニー企画シナバンの ES と EPIC の名は1953年に米コロンビアレコードが参加に設立した ジャズクラシック音楽部門を販売するためのサブレーベル名にその起源を持つ。なお、現在の中心レーベルであるエピックレコーズについては会社名とは異なり、ジャパンの表記はない。2001年10月にソニーミュージックエンタテインメントの制作部門からソニーミュージックレコーズ、吸運レコード、ソニーミュージックアソシエーテッドレコーズとともに分離、現在の形となる。 エピックのレーベルは、ソニーミュージックレコーズに次いで2番目に歴史が古い、商品の企画品版に記載されてある ES は、旧名称である、エピックソニーの名残である、1994年6月、ソニーミュージックエンタテインメント副社長、丸山茂雄により設立、同年に TMN の活動を終了し、音楽プロデュース業に力を入れ始めていた、小室哲也のソニー側受け皿となる、よう、 従来型と異なるレーベルが必要とされたことが設立のきっかけである。差別化として具体的には欧米風 A&R を導入し人的プロモーションに注力することを特色として挙げていた。関連会社として芸能プロダクションアンティノスマネージメント、音楽出版社アンティノスミュージックを設立し、アンティノスグループを形成。またアメリカにも支社を設立している。 商品の流通販売にはかかわらず、それらはソニーミュージックエンタテインメントに依頼していた。しかし、レーベルの真となるはずだった小室哲也は ABEX との関係を深めていき、結局、アンティノスレコードからのリリースは小室のプロデュースによるシングルライブアルバム各1枚とプレイステーション向けゲームのみであった。レーベル初期は丸山の人脈でたレーベルから移籍したザモッツや、 各 MC、フラーカンパニーズなどが主なメンバーとなり、知名度は高いものの当時セールスが低迷していた彼らの再起を狙うのが当初の目標とされた。1996年5月、朝倉大輔プロデュースにより TM レボリューションがデビュー。1997年から1998年にかけてシングルアルバムともにミリオンセラーを果たすなど、以降レーベル末期まで、 経営の柱となる。1999年には朝倉が自身の参加するユニットアイスマンと共にエピックレコードから移籍。藤井隆、フェイレイ、小谷君や坂上洋介、ランガントの新人も朝倉にプロデュースを依頼するなど、レーベル全体として朝倉への楽曲依存が高まり、リリースの大半は朝倉の手掛ける作品となった。ただし、 朝倉のプロデュースしたアーティストがすべてアンティノスに在籍したわけではなく、他社のアーティストもプロデュースしていた。2002年7月、会社機能がエピックレコードに吸収され、同社の一レーベルという扱いになり、以降は流通販売もエピックレコードが担当。2004年3月、ソニーミュージック内の会社再編に伴い、法人としてのアンティノスレコードは解散。 アンティノスマネージメントとソイツアーミュージックは合併し2004年4月付でブルーワンミュージックとなるこれによりアンティノスグループは2004年3月をもって終了したロゴマークは設立当初から1997年頃まで上がくり抜かれた円の中にラフな手書き風で A と書かれたもの下にはアンティーノスと表記されている1998年頃から終了までは 握り拳で棒状の物体をまっ二つに打ち砕く姿をモチーフにしたものが使用されていた握り拳で打ち砕かれて2本に分かれた棒状の物体にはアンティーノスレコーズの文字が刻まれている1971年10月から1976年3月まで CBS ソニーの方角部門の一レーベルとして存在していた EPIC レーベルのアーティストに ついてはソニーミュージックレコーズかつて所属していたアーティストを参照かつてニンテンドーのファミコンなどコンピュータゲーム産業にも手を出したことがあった。主に同社に所属するアーティストを題材にしたキャラクターゲームが多かった。現在は撤退しているソニーコンピュータエンターテインメントがソニー系列のコンピュータゲームメーカーとして存在している。ありがとうございます。